受験以来の白鳥俊と申します。ランニングバックとラインバッカーをやっています。今回の試合はキャプテンに選ばれたので、まあ、みんなをまとめて、勝利に導けるように頑張っていきたいと思います。まあ、うちのチームは、まあ、人数少ないんですけど、まあ、少数精鋭で頑張ってきているので、まあ、去年も2位取って2年前は優勝したんで、まあ、今年も優勝目指して頑張っていきます。よろしくお願いします。東京医科大学5年の石川翔と申します。今回の目標は、自分が MVP を取ることです。チームとしては医学部なので勉強との両立をモットーに、全力で取り組んでおりますので、今日頑張ります。ありがとうございました。センバルヤンナの加藤です。LB やってます。寝不足でクマが出たとです。加藤です。いろんな個性豊かな選手がいるので、ぜひセンバルヤンナへ、入学してください。以上です。昭和大学6年生の和田と申します。以上です。なんだ、あ、この試合の意気込み、もう本当 A チームぶっ潰すために練習してきたんで、もう本当に圧倒するだけ覚悟を決めていきます。昭和大学はもう、いろんな学部があってみんなで楽しくフットボールやってるんで、皆さんぜひ昭和大学に入部してください。お願いします。以上です。こんにちは。東京医科歯科大学の、52番ベニヤ隆一郎です。今回ですねちょっと恥ずかしいな。まあ、後輩たちいっぱい来てるんで、その後輩たちにかっこいい姿を見せられればなって思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。日本大学4年の西川です。まあ、勝てるように精一杯チーム一丸となって頑張りたいと思います。日本大学は歯学部と医学部合同でチームを組んでいるので、まあ、あまりないと思うので、ぜひ日大に来てください。よろしくお願いします。土球大5年団体に歩です。ポジションラインバッカーです。今日の試合は、まあ、初めてのキャプテンなので、チームを引っ張れるように頑張ります。でチームとしては、来年2連覇かかっているので、来年も優勝したいと思います。ありがとうございます。最短未来4年林大輔です。ポジションランニングバックです。うちのチームのいいところは、みんな仲良くメリハリがついているところです。よろしくお願いします。慶応義塾大学医学部5年の青柳裕太郎です。今日は、オールスターってことで、しっかりタッチダウンを取って、チームの勝利に貢献したいと思います。うちの部活は、とても、練習環境も整っていて、コーチ陣も充実していて、とてもやりがいのある部活になってますので、ぜひ入部してください。よろしくお願いします。日本大学松戸歯学部の LB の友利幸です。この試合の抱負は、自分の持ち味の素早いタックルとその駆け寄りで、ちゃんとタックルできるようにしたいです。うちのチームは、上下の先輩たちも仲いいので、来年度も、1位目指して頑張りたいと思います。大学部6年の渡辺 QB です。よろしくお願いします。今年は、まあ、QB として最後の年なんで、まあ、いっぱいタッチランパス投げて、活躍したいと思います。で、来年、東大に、合格するはずの1年生たちはぜひ一緒にアメフトやりましょう。よろしくお願いします。帝京大学4年ラインバッカー水越悟です。こんな恵まれたチーム環境でできることは滅多にないんで、精一杯頑張ります。お願いします。関東大学アメリカンフットボール医科歯科リーグのオールスター戦、第13回 KMDC ボール、東京調布市アミノバイタルフィールドよりフットボール TV でお送りをしてまいります。本日の実況担当、関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長の松川達也でお送りをしてまいります。関東大学アメリカンフットボールに存在します医科歯科リーグ、この所属チームを AB2 チームに分けましてのオールスター戦、
手前のベンチカラージャージ A チーム、奥のベンチホワイトジャージが B チームという形になっております。フィールド中央は両チームの主将副将が呼ばれまして、試合開始前のセレモニーが行われているところ。オールスターならではのこうカラフルな色とりどりのヘルメットでの試合となっております。手前側 A ブロックオールスターチーム、主将ダンタニ歩む52番、獨協医科大学、副将52番渡辺裕太22番、東京大学医学部、同じく副将佐藤修87番、東京大学医学部、そして太田慎之介58番が慶応義塾大学医学部となっております。奥側白のジャージ B チーム、主将が白鳥俊18番、東京慈恵会医科大学、副将11番小宮山春信、東京慈恵会医科大学、副将55番加藤良聖マリアンナ医科大学、そして同じく副将58番が東京医科大学の小林雄太郎となっています。ポイント数の結果、選択権を獲得しました A チームがレシーブ、そして B チーム画面左から右へのキックを選択しました。関東大学アメリカンフットボールイカシカリーグオールスター戦第13回 KMDC ボール、まもなく試合開始となります。白のジャージ B チームオールスターからのキックオフで試合が開始されます。風はやや画面右奥から手前方向に向かって吹いています。少し逆風になるでしょうか。横風でのキックオフ、 B チーム58番小林雄太郎、東京医科大学がボールをセットしました。小林のキックオフ、10ヤード付近からリターンに入ります。1チームオールスター20ヤード超えた、25ヤード超えて30ヤード付近まで、まずまずのリターン持ってきました。カラージャージ A チームオールスター28番平田裕樹、独協医科大学のリターンでした。さあ自陣30ヤード地点から A チームオールスター最初の攻撃開始。ワンバックフォーメーションに構えます。まずは早いタイミング右サイドでパス、そこからダブルパス、
トリプルだ。長いパス投げ込んでいってこのパスわずかに不成功。最後にボールを投げたのは1番高橋哲也と慶応義塾大学医学部。ターゲット26番の松山俊也を狙っていったんですがこのパスは不成功でした。元の地点からの第2ダウン。セカンドダウンランニングバックに持たせます。中のプレーランニングバック9番青柳雄太郎慶応義塾大学医学部3ヤードほどゲインしています。さあ第3弾レシーバーは左右に2人ずつ。クォーターバック22番渡辺優太東京大学医学部。奥のレシーバー2人も東京大学医学部ですがその右サイドへのパスをインターセプト。まずインターセプト攻撃権奪い取ります。 B チームオールスター81番東京医科大学山口智之。攻撃権が B ブロックオールスターに移ります。敵陣の37ヤードから B チームオールスターのファーストアンテン。ハンドオフ真ん中のランプレー押し込んでいく。黒のヘルメットは日本大学歯学部医学部。ランニングバック24番西川康介のランプレーでした。真ん中のランプレー5ヤードあるいは6ヤードといったところのゲイン。第2ダウンです。ハイタイミング右サイドへのパス取ったところから前へ押し込めるか。クォーターバック11番小宮山春信から1番の市森光どちらも東京慈恵会医科大学。このプレーでファーストダウンにはわずかに届いていません。次の攻撃は第3ダウン残り1ヤード。さあショットダウンフォーメーション第3ダウンで残り1ヤード。ハンドオフ持たせてしかしこれは捕まった。赤いヘルメット72番。さあ第4ダウンに変わります。下がったところからの第4ダウン。ギャンブルに行きます。パスを投げてこれが成功。パスでファーストダウン取ってきました。パスキャッチタイトエンド9番和田和樹昭和大学。さあこれでパスでファーストダウン取ってきました B チームオールスター。ファーストダウン獲得エンドゾーンまで22ヤード。右へロールアウトしながらパス通した。11番小宮山から1番市森へのパスを通してこれで再びファーストダウンです。左利きのクォーターバック11番の小宮山こう右サイドへ流れながらという難しい対決からでしたがきっちりパス決めてきました。ゴールまで11ヤード。 B チームオールスターのファーストアンテン。
B チームオールスター最初の攻撃が続きます。プレークロックギリギリまで使ってリバース、そこからのパス、クォーターバックに通した、タッチダウンです。リバースで入ってきた81番佐伯から11番小宮山にパスを通してのタッチダウン。リバースからのトリックプレー、 B チームオールスターがまずは先制しました。さあそしてトライ4ポイントに移ります。トライ4ポイントはキックの構え、58番小林のキック決まってトライ、まずは B チームオールスターが7点を先制しました。関東大学アメリカンフットボールイカシカリーグのオールスター戦 KMDC ボール、フットボール TV でお送りをしております。